花房義彦花房義彦学館、前列中央は、山岡万之助日大総長日本大学における、自局講演会昭和3年11月10日、昭和の大礼三列記念で撮影した、肖像写真1920年10月に、カリフォルニア州の日本人会で開催された、自局講演会案内昭和7年衆議院、選挙立憲声優会推薦書、 花房義彦9月15日1935年5月1日は日本の衆議院議員。日本大学教授。鹿児島県大島郡機械村大和座湾の出身。鹿児島県立第二鹿児島中学校を経て、1915年日本大学法律科生科を卒業。1916年7月、アメリカ合衆国に渡り、カリフォルニア大学。 スタンフォード大学、コロンビア大学、ニュースクール大学において、心理学、社会心理学、政治心理学などを学び、1921年10月に、コロンビア大学のドクトル・オブ・ファイロス・サフィーの学位を取得する。1923年6月に、アメリカ合衆国から投資、イギリス、ドイツ、フランス、デンマーク、オランダ、ベルギー、スイス、 イタリア各国の成人教育の調査を行った。1924年1月に帰国し、同年4月に日本大学教授、同年5月には日本大学学館に就任し、日本建政史社会学、政治研究、社会教育などを講義した。なお、在米中の1920年10月には新世界新聞社が主催する。 実曲講演会に自由民権運動家で、シアトルに移住していた、実業家、鈴木女からと共に講演者として加わり、カリフォルニア州スタクトン、ロサンゼルスサンフランシスコサクラメントさんのゼニューキャッスル、などの日本人会を回った1928年、第16回衆議院議員総選挙に、鹿児島3区から立憲政友会所属で出馬し、当選を果たした。 同年11月10日に京都御所で行われた昭和天皇即位の霊子神殿の儀に参列した。1930年1932年の第17回衆議院議員選総挙選挙、第18回衆議院議員総選挙ではいずれも再選を目指したが惜しくも落選し、日本大学で教弁を取り続けたその後、結核を患い、 1935年5月1日午前5時40分に東京府板橋区の自宅で成居した。国別式は5月4日に本郷三丁目にあった仏教青年会館で行われ、山岡万之助日本大学学長以下教職員数百人が参列し、政界からも同郷の元寺新熊大臣委員長、東郷実博士衆議院議員をはじめとする名士多数が参列した。 ありがとうございます。